MSX エンジンとは、ホームコンピューターとして製品化された、MSX 用途向けに設計された、カスタムチップの名称。MSX1 相当向けには、T7775 や T7937、MSX2 以降の用途向けには、T9769 があり、共に、東芝が製造を担当した。CPU を内蔵しない。 MSX システムという別のチップも存在する。T9769 バージョン AMSX エンジンに T9769 バージョン CMSX エンジンに本チップのような統合 LSI の登場により、従来は74シリーズなどを多数使用して構成しなければならなかった MSX 内部の論理回路や周辺 LSI がほぼ ワンチップに置き換えられ、安価かつ小型に MSX2 が製造できるようになった。東芝自身は MSX2 をもって MSX 規格のパソコンの製造からは撤退したが、その後も m s x 参入各社と共同開発した次世代チップの MSX エンジン2が MSX2 から最終規格のムズクスチャーバーまで、 ソニー製を除く各社のハードに搭載され続けた。MSX エンジンはパチンコ基板や東芝のワープロ、ルポなどにも転用されたため、その出荷数は自社 MSX パソコンの出荷数をはるかに上回ったとされ、MSX で一番儲けたのは東芝だと西和彦が言及したという噂もあるほどであった。ソフトウェアを知り尽くしたアスキーの LSI トランジスタ技術1987年4月号及び1986年12月号広告 CQ 出版社スーパーインテグレーションの適用事例東芝半導体第二応用技術部平井成一エレクトロニクス別冊超 LSI テクノロジーアプリケーションナンバー 5MSX ハードソフトテクニカルデータノート 月刊ハッカー1989年8、15日後日は一番儲けた ?MSX 影の立役者はあのメーカーだった MSX30 周年週刊アスキー。ありがとうございます。